契約は、大日本帝国海軍の駆逐艦、松型の18番艦である。日本海軍の艦名としては2代目、低型台東駆逐艦第5508号艦として、横須賀海軍交渉で建造された。竣工後、契約は、訓練部隊の第11水雷戦隊に編入し、瀬戸内海に開港され訓練に従事する。3月1日付で、 同慶館の奈良と共に第一海上護衛隊の指揮下に入り、3月4日に文字を出発予定の日99戦団の護衛に就く予定だったが、戦況の悪化により南方域戦団の運行は取りやめられた。3月15日付で新編成の第53駆逐隊に編入され、3月17日から3月26日の間は佐世保ジュ府部隊の指揮下に入った。 4月6日以降、第53駆逐隊は、第31戦隊の指揮を受ける。5月25日からは、大阪警備部部隊の指揮下に移り、神戸に開港された。7月15日、第11水雷戦隊の解体により、第53駆逐隊も解体され、特殊警備官となった。8月15日の終戦を無傷で迎えた。契約は10月5日に除籍され、 特別輸送艦となり福音輸送に従事する。1946年10月17日には、小笠原諸島に帰島する、欧米系、島民129名を父島まで輸送した。1947年7月5日に、アメリカへ賠償艦として、横須賀港で引き渡され、10月29日に、北三34度44分、東経140度01分。 北緯34.733度統計140.017度3 4 7 3 3四4 0 0 1 7の地点で標的艦として処分された艦長たちの軍艦百368から369ページによる要、電子炉昇九1944年11月15日から余り電子炉昇九1944年12月15日から ありがとうございます。